橋聡太主演、愛のない恋人たちが撮影終了。もがきながら必死に生きていく我々は情けないと同時に美しい。主演福士蒼汰、脚本湯川和彦氏による、アラサー男女7人の愛の物語、愛のない恋人たち、日曜午後10時コール ABC テレビ制作。最終回は午後10時30分は3月17日に最終回。福士らメインキャストたちがクランクアップを迎えた愛のない恋人たちは、2024年の東京を舞台に、恋愛偏差値が低い訳ありの男女7人が織りなす湯川氏が手掛けたオリジナル作品。愛がない、見る目、愛がない、自分、愛がないと愛が欠けている。登場人物が人を愛することで生まれ変わり、新しいステージへ進んでいくラブストーリーだ。をはじめ、岡崎紗恵、本郷奏太、鳴海莉子、前田金輝、深川舞、佐々木希がそれぞれに訳ありの恋愛観や家族の問題を抱えながらも出会い、触れ合い、愛し合おうとする恋愛群像劇が繰り広げられている。無事撮影を終え、主人公久米正和を演じ切った福士は、あっという間の3ヶ月でした。同世代でお芝居をすることが今まであまりなかったので、とても楽しく刺激にもなりました。アラサーならではの悩みは僕も理解できる部分はありましたし、もがきながら必死に生きていく我々は情けないと同時に美しいと思える作品になったなと思いますと心境を伝えた。今村理科役の岡崎も、改めてこの今村エリカという役をいただいて、自分のお芝居の幅を広げてもらいました。すごく嬉しく思います。難しかったからこそ得られるものや発見が多くありました。お芝居は本当に奥が深くて、また面白さも知ることができました。エリカと一緒に私も少し成長できたかなと思いますと充実感をにじませた。ちがみたもに役の本郷は、同世代の素敵な俳優さんたちと一緒に等身大の役柄でお芝居ができました。福士くんと前田くんは昔から知っていたので、久しぶりに共演できて、実際に同級生と再会したようで嬉しかったですと語った。富田しおり役の鳴海は、嘘がつけないまっすぐなキャラクターで、タモンさんとはぶつかる場面も多くやきもきしましたが、とても晴れやかな終わり方でほっとしていますと笑顔を見せた。佐藤馬役の前田は、佐藤馬だったからこそ熱量高く、どこまでも振り切って考えられたなと感じます。愛についての時間は儚く、それでいて日常を彩り成長させてくれるものと改めて今実感しています。クランクアップした次の日は大間によって動けていた。体が前田に戻ろうとしてほんの少し体調を崩しましたかっこ笑いと報告。加えてそれほど全力で足して抱えて表現できる役と出会えたこと、それがこの32歳というタイミングだったことに運命を感じます。作品に対して今までとは違う扉を毎回開けようと思いますが、今回は根本から変えて挑んでみました。だからこそ見えた放出方法、役との融合、スタミナ、現場へ持っていくエネルギー、すべてが勉強でした。すべてはご視聴してくださってる皆様がいて、スタッフさんが環境を整えてくださり、またキャストの団結力があったこそ乗り越えることができました。ありがとうございましたと感謝した。近藤奈美役の深川は、放送が続いているのでまだあまり終わった実感がないのですが、じわじわと寂しさが湧いてきています。奈美を通して波乱万丈でしたが、本当に素敵な経験をさせていただき、いろんな感情に出会いました。最終話が終わった後、吹き
ようで愛おしいみんなが、それぞれどう生きていくのかは想像することしかできないですが、みんなどこかで楽しく幸せに生きていてほしいな、という気持ちです。と、キャラクターへの愛を口にした。稲葉愛役の佐々木は、男女7人それぞれ抱えるものが違い、人を愛するが、ゆえのもどかしさや、虚しさなどの心の葛藤が丁寧に描かれており、台本を読むたびに何度も胸に突き刺さりました。人間味のある稲葉愛という役を演じさせていただき、本当にいろんな感情に出会えた作品でした。監督をはじめ、キャストの方々やスタッフの方々の丁寧な作品作りに感動しました。久々のお芝居の現場でしたが、素敵なチームとお仕事できたことに心から感謝していますし、また頑張ろうという気持ちになりましたと率直な思いを述べた。なお、愛のない恋人たち公式シナリオブックが4月3日に発売されることが決定。脚本だけではなく、ドラマの名シーンを振り返る場面写真や湯川氏による後書きも掲載されている。今回初タッグとなった福士と湯川氏の対談を実現した。湯川は、シナリオブックが発売されるのは初めてなので大変嬉しく思います。ぜひ手に取っていただいて、あのシーンはこんな風に書いてあったんだと思いながら、映像と共に楽しんでいただけたらと思いますとアピールしている。最終回、正和にそれぞれ愛を告白したエリカと愛は不思議な協定を結ぶ。そんな約束が交わされているとも知らず、正和はドラマの最終話を書き上げるまで返事を保留し、執筆に専念。一方、父の看病のために長野に帰ったしおりを追いかけてやってきたタモンは、ある決意を伝える。また、大間と奈美は、大間の祖母の病室で愛を誓うが、